まあもちろん雑誌を買ったら、うん、その売り上げがこう、ま、増せばね、うん、まあその スパの方も優遇してくれるし、うん、でましてや単行本が売れたら、うん、もう完全に勝ちになっていくわけです、はいはい、だからまあそれに向かってわしは邁進するしかない、うん、でものすごく効果が今のところあるのは論破祭りです。もうこれは私が断言します。絶対そうですからっていうことです、はい、だから、うん、もう本当にあの別に水ぶっかけてるだけとかって思想にならないので、うん、取り上げる必要がない、うん、あパッと、うん、あの何て言うのかな、あそう価値相対主義の病の始まりだっていうふうに書いてましたね。そうそうそう、もうこんなのはねあのボツにしなければいけません、うん、っていうことなんです、はい、んで本当に情熱のある人間だけが、うん、ガンガンやればよろしい、うん、ただわしもさっき言ったようにカレーは大したもんですよ。とにかくわしの単行本をガンガン売ってるっていうことがある。それであのなんていうのかな、ああいうねコロナとかワクチンへの粘着もね、そのこの最終状態をどのようにあのなっていくのかっていうのをちゃんと記録に残しておいてくれるし、いいんですよ、うんうん、ただただだからああやってね、まあ、まだこう何ていうか宮内庁にやったことをねなんかこう切り抜きでね流せば全部変わるじゃないかと思ったのはちょっと甘いですねっていうさ、それまあカレーが悪いんじゃなくて日本人だったら誰でもそう思うよなっていう感じはあるのね、うん、でもそれを超えてるんですよ男系派って、うんうんうん、天皇に対する尊敬心とか、うん、天皇個人の個性とか考えには何の興味もない、うん、これはまあカレーも予想外だったでしょ、うんうん、そのぐらいのものなんですよ。わしはこう言ったことだからわしはあの止められてないの、あのこの今回あった話は秘密にしといてくださいとか一言も言われてないから、宮内庁からってことですね、言われてないからですぐさま喋り始めてもよかった、うん、でもわしはそれを錦の御旗掲げてやること自体が、うん、なんかみっともないと、うん、自分の力でやりたいと、うん、論理的に倒したいと、うん、思ってたからやらなかっただけで、うん、で元をたどれば、うん、そのさまざま尊敬心ない、うん、天皇の個性なんか認めてない、うん、Y 染色体の器、うん、血の器、うん、それが天皇っていうのは彼らの考え方だから、うん、何にもならないっていうことなんです、うん、